短い夏が終わる頃、一緒に暮らしていたおじいさんが死んだ。長い間一緒にいたのに、僕はおじいさんの名前は知らない。夕暮れ、家の前の庭に小さな穴を掘って、おじいさんをそこに埋めた。それから僕は本当に一人ぼっちになった。ひょっとしたら何かおじいさんの残したものがあるかもしれない。でもなんだか暗い。ハンドルを回して屋根を開ければ月明かりが入るかな。これおじいさんのライト。僕の身長の記録だね。おじいさんが毎年つけてくれたっけ。
確か腰が見れるんだよね。でももう動かないみたい。前から思ってたんだけど、これなんだろう。変な箱。鏡じゃないし。おじいさんの本だ。難しそうなのがいっぱいある。
しぶといな。死んだと思って見に来たら、まだ他に生き残りがいたか。ドラ。誰だ？どこから入った？答える義務はない。なんと脆弱な。これでは何をなすこともできまい。お前は一体。答える義務はない。お前がこれを読んでいる頃には、もう生きることも死ぬことも私にとって大した意味はなかった。そもそも生きる資格などなかったのだ。もっとも死ぬことで何一つ償うこともできないが、こうして手紙を残すことも私にとっては大きな迷いだった。ただ長い間日々を無意に過ごし、終わりを目の前にして初めてこんな心持ちになるとは。お前と過ごした日々そのものが私にとっての宝石だった。なぜもっと親しく言葉を交わさなかったかと今になって後悔している。伝えたいことが、話したいことが、なぜ別れが迫った今になってあふれるのか。愚かな私を許してほしい。ここから東に向かうと大きな赤い鉄塔が立っている。そこにはお前以外の誰かが生き残っているかもしれない。私が死んだら東へ向かうのだ。行きなさい。それから。
今までありがとう、瀬戸。
丈夫？死んでないよね？旅の途中で何度か見かけた人たちはみんな幻のようにすり抜けてしまった。でもあの子は違う。あの子の方は暖かかったもん。私がまだ15歳だったあの夏の終わり、私たちは黄色に光る塔の下で出会った。それは一人ぼっちだった私の世界を大きく変え、そして彼女と一緒にいた束の間の時は私自身を大きく変えた。今でも昨日のことのように思い出すことができる。夏の名残を残した息苦しい空気、風の中なびく彼女の銀の髪、白くて丸い月。助けてください。このままでは機能停止してしまいます。私の防水処理は完全ではありません。助けてください。誰かいますか？機能停止してしまいます。助けて。機
ノン停止してしまいます。私の防水処理は完全ではありません。このまま先からだ。しゃがんだら向こうに通り抜けられるかな。助けてください。助けてください。このままでは機能停止してしまいます。私の防水処理は完全ではありません。助けてください。このままでは機能停止してしまいます。私の防水処理は完全ではありません。私はパーソナルフレーム、使用者の感情面に配慮する対話型インターフェース機能を搭載した情報端末です。僕の名前はそのお話は後で。とにかくここにいては危険です。私が安全なルートをナビゲートいたします。ルート？ナビゲート？急いで。うん。まず私を背負ってください。こうかな。左右の留め具をきちんと留めましたか？これかな。はい、大丈夫です。私はパーソナルフレーム、通称 PF と申します。使用者に起こる様々な状況を分析し、最も的確な判断を提示するのが私の役目で。急がないと。ここは危なそうだね。はい、あの、詳しい話は後で。あそこで焚き火ができそうです。火を焚けばきっと敵も近づいてこないと思いますよ。それに疲れた時に休めますし。そっか、なるほど、いい考えだね。
ちょっと疲れちゃったな。あの、暖かいですか？うん、あったかい。急いで脱出したいところですが、どうやらこの辺りには危険な敵がたくさんいるようです。この棒切れでやっつけられるかな。差し当たりそれでもいいですけど、できればもうちょっと強そうなのがいいですね。あ、待ってください。この先に何か武器になるものがあるようです。注意して進んでください。